大学に入学して20日と11時間50分が経過。私は東京から生まれ育った神戸にスワイプするまでにこのつまらない授業が終わることを期待している。ちなみにこの映画はあと110分で終わる。そこうるさい。時計は12を回り、間抜けなチャイムが鳴り響く。私には見えた。このままこれといった瞬間にも出会えず、白髪となり棺桶に入る私の姿が、いや違う、燃えるべきなのは退屈極まりない大学ではないだろうか。ものすごく失礼な質問をしてしまうのをお許しください。正直に申し上げると、この講義何の役に立つのか分かりません。シェイクスピアも古英語も何の役に立つか分かりません。他の講義もそうです。フランス語も。ボンサはきっと僕の人生には死ぬまで役に立ちません。じゃあもう私の講義に来ないで。それだと困るんです。僕は奨学金という借金をして先生の講義を受けに来ました。必修科目だからです。僕はこれから睡眠時間を削って生活費も自分で稼いでいくつもりです。そのついでにこの講義に1回いくら払ってるかも計算しました。3000でした。それは母のパート3時間分で新品の専門書1冊買えて、ネットフリックスベーシック3ヶ月分の値段です。この90分がそれより価値があるかないかずっと考えてました。僕はね、それ以上の話をあなたにしてもらわないと困るんです。最初から話そう。入学して5日後の私。未来進行形の場合は動詞は ING 形になります。早々に高級な家庭教師のアルバイトに就き、当面の生活費に安心したのもつかの間。わかる。え、それあまりに急じゃ。アルバイトの大幅削減は会社の方針として出てしまったので、どうしても。いや、それじゃ困るんですって。クビになった。好きなのか？え？茎わかめ。すいません。大学に入学して20日と11時間50分が経過。私はまだ完全に人生を諦められてなかった。私たち大学生はとにかく遊んで恥をかくことが一番大切なんだよ。なあ、お前はなんで生きてるんだ。準備はできてるか？先輩の本命が僕じゃなかったこと、僕は一生許せないと思います。人生はやり直せなくても世界はやり直せるだろう。東京破壊計画とたった一つの恋。この夜どちらかしか選べない。真夜中乙女戦争。本当に最低だよね君は。